セロリ。セロリ、学名、エイピアムグラベオレンスバリエーション。トゥルセは、セリカの植物。イギリスを含むヨーロッパの原産と言われ、改良品種が栽培されている一二年層。別名を、オランダ三葉と言い、清政人参、セルリー、セレリー、包み重木とも呼ばれる。パセリを意味するギリシャ語のセリノンから、イタリア語のセルラロの複数形であるセルラリとなり、 フランス語のセロリが生まれて添加し、英語名で、セロリになったと言われる。コーネル、トールユタなどの品種がある。中国で改良された、金菜、金菜、A、チャイニーズセロリは、カントンセロリや、スープセロリとも呼ばれる。葉、茎、根、実、ほぼすべての部分を食用にでき、独特の強い香りがある。セロリアック。 セルリアックなどの名称で呼ばれる根菜は、同種の別品種。色は緑、単緑、紅白などで単色野菜に分類される。品種が色によって黄色種、緑色種、中間種に大別される。茎の高さは約30-75センチメートル。6、9月頃、白い小花を球状に咲かせ、全体にフタ人土類とケルペン類化合物に由来する独特な方向を持つ。 ベータ、カロテン、ビタミン B1、ビタミン B2 などのビタミン類、カルシウム、鉄などのミネラル、食物繊維を多く含んでいる。ヨーロッパ、中近東の広い地域にわたる冷涼な高地の、出現が原産と言われる。古代ローマギリシャ時代、紀元前8世紀から、男性の強制薬として知られ、食用にせず成長剤、競争剤、香料として陳調されたほか、ミイラの首飾りや、 古代イギリシャのお祭りに飾られた、一世紀頃の文献、ディオスコリデスの薬物誌には、栽培種のアピウム、セロリの葉は、コエンドロと同じ薬効を持つとあり、目の炎症の外用薬にしたり、生殖して胸焼け、チブサの腫れ、利尿に効能があるとしている。食用に使われるようになったのは十七世紀に、入ってから、加藤清正が文読、文録、形長の薬の際に、 日本に持ち帰ったという説がある。その後、1800年頃に、オランダ船により運ばれたが、独特の強い香りのために普及しなかった。盛んに栽培されるようになったのは、戦後、食生活が洋風化していってからのことである。野菜としてのセロリは独特の香りとシャキッとした、歯触りが特徴で、茎、葉は生殖されるが、その他にも漬物、佃煮、スープ、 シチューなど、肉料理の香味野菜として使用される。金菜は炒め物にもよく使われる。部位別では、葉が、佃煮、天ぷら、スープなどに、また茎はサラダ、炒め物、煮込み料理、漬物など様々な料理に幅広く利用される。香りの強い成分は、アピオールで、肉やレバーなどの臭みを消す、揮発性成分が含まれる。また、 方向は精油のセダのライドによるものとも言われ、校内の味覚神経を刺激して、唾液や胃液の分泌を促し、食欲を増進させると言われている。スープや煮込み料理の香味漬けに使われる、ブーケガルには、香りの束を意味し、香りの強い葉の部分が使われている。作油のほか、実は乾燥させて、香辛料、薬用としても使用される。セロリの種から生した。 香辛料は、と呼ばれ、ピクルスや、スープなどに用いられる。このセロリシードの粉末と食塩とを混ぜたものを、と呼び、やはり香辛料として用いられる。薬用分は軽用にあり、精油、ブチルフィサリド、ネオセリディライド、フラボノイドなどの成分が含まれている。胃潰瘍の予防と緩和、神経系を整える作用があり、漢方では、利尿、上血、血圧を下げる、 鎮静、痙攣を治めるなどの作用が認められている。中国では早ゼリ、寒菌と呼んでおり、中医学で形用の場合、1日1 15グラムの、潜樹液、または、生殖なら1日30、60グラムを、高血圧症、めまい、頭痛、顔面膨張、目の充血、血尿などに応用しており、フラボノイドのアピーンの効果を活用していると考えられている。 セロリに多く含まれるビタミン U は、タンパク質を作るために必要な核酸を生み出す。ビタミンで、いや、十二指腸の粘膜の修復を助ける効果がある。また、同様に多く含まれるビタミン B1B には、エネルギーの代謝を良くして、神経症の正常な働きを維持する働きがある。セロリの葉を天肥干ししたものや、野菜くずの葉を布袋に入れて入浴料として用いる。 ことによって体を温める効能もあり、精油が胃に溶けて肌を軽く刺激し、血液循環を良くして、冷え症や肩こり、疲労回復に効能があると言われている。かつてデザイナーフーズ計画のピラミッドの一群に属し、がん予防効果のある食材の第4位として位置づけられていた。種をいったものや種から搾取した油も食べられるが、 この油は子宮を刺激する作用を持ち、流産や早産の危険性があるので、妊婦が油を大量に摂取することは避けるべきである。また、薪主用に栽培するものは、食べることを想定せずに農薬を使用していることが多いので食用は避ける。保存状態の悪いセロリは、DNA や組織を傷つけるソラレンという化合物が生成され、過敏な人は皮膚接触で、 水泡性の炎症を引き起こすことがある。日本で食用として栽培されているもののほとんどは、アメリカで作られた品種を元にしているが、金菜の栽培も行われている。日本に輸入される割合は、アメリカ産のものが一番多い。また、輸入品の場合、検疫の関係ではより、上部の部分はすべて切り落とされ、茎より、下の部分のみであるため、国産品と輸入品の見分けがつきやすい。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。